はい、本日は台湾に来ております。台湾でビーフジャーキーを買ってみたんですけど、美味しくないということで、ちょっと食べてみたいと思います。なんか200円、また58元、はい、58元だね。4掛けなんで、だいたいシワ32の4520、高いな。300円ぐらいするで、なんかね、ちょっと違う、なんか生っぽいんですね、ちょっとビーフジャーキーの割に日本じゃない感じですね、これで、なんかね、まずいらしいんですよ。日本の人には合わないらしいです。香辛料が多いみたいなんでね、やっぱりダメな人ダメだもんね。はい、こんな感じ、ちょっとしっとりな感じでしたですね。はい、ではいただきます。はい、ちなみにドライバー普通に売ってますんで180円ですか、日本円にして。はい、では一口。あー、なるほど。あ、でも甘いな、結構甘みが強いですね。うん、私は嫌いじゃないけど、ダメ、日本人はダメかな。はい、というわけで台湾でビーフジャーキーを買ってみたという動画でした。はい、あまりはちょっとおすすめできないんですけど、興味本位で買ってみるのもいいんじゃないでしょうか。では、じゃあねー。